ごきげんよう、ベルです。今日はなんと著者さん、ちょ言えてない、著者さんに初の突撃インタビューでございます。こちら歌人の鈴掛慎さんです。そうです、私が以前に想定デザインを体験させていただいた、あのゲイだけど質問あるの著者さんです。今印刷前の最終チェック、校了前、緊迫した風景の中なんですけれども、なんと10分お時間いただきました。テンション高まっていきたいと思います。 Here we go! ブンブンチャンネル。はい、上まで上がってきました。こっから奥の会議室に行きますよ。ガーッてと緊張するわ。ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう。失礼します。ごきげんよう、文学市場のベルです。こんにちは。今日は私が突撃インタビューをしたいと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。優しい。歌人で今回ゲイだけど質問あるの著者である鈴掛慎さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前に自習出版をされたというお話を、はい、伺いまして、今回は編集者の方と一緒に、はい、二人三脚で作り上げている作品だと思うんですけれども、うん、何か違いだったりとか、こう、まあ、編集者さんと一緒にやることによってのこう意義だったりとかっていうのをちょっと真面目に、うん、まあ、会社辞めてすぐ後にまず自分でもう、もう本当、まあ、小冊子みたいなものを、はい、一旦自分で作ってみたのが最初、はい、でその次に、一応出版社とお仕事はして、単行本も一冊出して、はい、でその後また自費出版してっていう、まあ、結構交互に作ってたりするんですけど、本を作るプロがちゃんといてくれるっていうのも一番心強いですよね。こう文学的に突き詰めてみたいな、こう自分の世界をっていうよりかは、できるだけたくさんの人に自分の書いた言葉を読んでほしいって思う方のタイプなんですよ。なるほど。編集者の今回大久保さんが担当されているということで、お二人はどんな、なんですかね、雰囲気でその打ち合わせとかされてるのかな。でも僕らすごい緩いですよ。緩いですね。話しやすいし、そもそもだからこう言いたいことを相談しやすいんですよね。あとやっぱ自分も広告で編集やってたっていうのがあってるので、編集の経験もあると、はい、なので原稿をもらう側の気持ちがすごいよくわかるし、なるほどね、いかに大変かがわかるから。今はどのような打ち合わせをされていたんですか。今ちょうど想定のデザインをデザイナーさんに上げてもらったので、で何案かあるんで、それをどうするかっていうことと、はい、いや、いいニュースを聞きましたね。私実は想定デザイン作ってまいりましたので、じゃじゃん、どうでしょう、こちら ここに、ま、紛れ込ませていただいて、ちょっとびっくり、突然な、どこで手に入ったんですか、この写真は。なんかこの感じも可愛くてね、シンプルでいいっちゃいいですよね。ハートもいいですね。中に入っているこの短歌が、まあ、恋に関するものが多いので、うん、その雰囲気をここで出してみました。ちょっと意外な切り口です、ね、意外でしたね。おー、嬉しい、意外と好評でした。今この3案でちょっとどれにしようかなって、はい、この書体がいいかなって話はしてたんですけど、白の帯だとちょっとやっぱ目立たないから、黄色の帯にしてみようかなって思ったから、てる、はい、さんのそれ見て、なんか黄色だと、うん、全然違う。ちょっとビジネス書感ありますか。このコピーの印象がだいぶ違いますもんね。そうですね、真面目に見える、うんうん、最終的にね、でもどのカバーなのか合わせたものになるのか楽しみですね。ブンちゃん、ではこちらのゲイだけど質問あるなんですけれども、どんな方に読んでほしいと思いますか。そうですね、今年ってすごいいろいろニュースでも LGBT の話がすごいたくさんあって、ね、はい、良くも悪くもみんながこれじゃないですね、ごめんなさい。仮のデザインなんですけど、はい、こんな感じで進んでますが、あたかもなんか自我が出ちゃいました、すいません。
良くも悪くも LGBT について今年すごいみんなが考えた、そうですね、注目している部分ではありますよね、年だと思ってて、はい、で今年やっぱりこういう話を紙の本として出す意義がやっぱりあるなと思って、うん、こう今年に招き合うように作っていただくわけなんですけど、はい、とにかくみんなに読んでほしい、うん、もう老若男女関わらずたくさんの人が LGBT、まあ、特に僕はゲイなので、はい、ゲイってどういう人なのかっていうことを、うん、いろんな想像とか偏見とかじゃなくって実際に存在する人間としてどういう人たちなのかっていうのを知ってほしいなと思います、はい、コラム的にその時事問題について書いてる部分とかもあるので、はい、実際の制度がどうなっているのかっていうところも知識的にも分かるし、うん、当事者としての、この、まあ、気持ちとか分かる内容になっていまして、はい、本としての完成されたものが見られると思いますので皆さん、あ、これじゃない皆さんぜひチェックお願いします、はい、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。安藤部長さん頑張ってください、はい、失礼します。ありがとうございます。どうもありがとうございました、ずんちゃん、はい、質問が飛ぶかと思って自分で控えてきたのに、もう包み込むような温かさがあったので、なんとかミッションをクリアできたのではないかと思います。お疲れ様です。いや、突撃インタビュー大成功だったと勝手に思っています。連続企画にしたいと思っておりますので、皆さんこんな作家さんに突撃インタビューしてみたいよとか、この本気になるよっていうのありましたら、ぜひぜひコメントに残してみてください。それではごきげんよう。お、あと10分お時間いただきました。この狭い間ですが、短い間ですけれども、いろいろ聞いていこうと思います。それでは、テンション高まっていきたいと思います。 Here we go!